皆さんこんにちはアツコストロンゲストです今回ご紹介する本ははいこちらです奇妙な孤島の物語ユーディットシャランスキーさんですこの方はあのドイツの方でこの本はですねドイツで最も美しい本ということで何か賞を取ったということでまその日本語訳ということですね でまあ副題がですね「私が行ったことのない生涯行くこともないだろう五十の島」というまたとてもですねあの興味をそそられるようなあの副題がついています。ででまあよくぞですねそんな生き まあなんでしょう行きそうもないような島を50も調べ上げたなと思うんですけれども、その中にですね、例えばあの日本の伊予島ですね、あの激戦地となった伊予島も入っています。確かにですね、あの日本人の我々でも伊予島はまあかなり行けないところなので、まあドイツの方では本当に行けないだろうなというのは確かに思うんですね。あとまああの私が思った でもまあ、有名な島とかも入ってるんですけれどもまあですね例えばドイツにいてまあ、その島に行けるかなということはやはり厳しいかなといろいろ思ったりもするのでやはりこの方がですね調べ上げたことはなかなかあのー あのこう正しいかなという気もします。もうですね一つ一つこの島のことを書いた歴史を読んでみますとですねあ,あの行けそうもないけどまあ、行ってみたいなと思う気が気になります。皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。はい。 今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、大変興味深い本がありましたらこちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。